見事見事、私とここまで戦える人間がいるとは。俺は最強の剣士だからな。甘く見ると痛い目に遭うぜ。突撃！待て、考えなしに突っ込むな。見損なったぞ、助っ人がいたとはな。早合点するなよ、俺とは関係ないやつだ。ではあやつらから始末してやろう。意外と平気？まさかその力、光の一族か。上まさかこれほど早く見つけられるとは。巡り合わせに感謝せねばなるまい。好きやり食らいなさい。少子光の者どもよ、貴様らのことしかと見届けたぞ。この世界を救いたくば我のもとに来るがよい。おい待て、光の者とか世界を救うとか一体何のことだ。余計なことをしてくれたな。助けに来たつもりか。こんな奴ら俺一人で十分だ。ちょっとそんなの無茶よ。普通はな。だがあの剣士は腕が立ちそうだ。それに俺たちの味方だという保証はない。なぜならまた長いやつ。行くわよ、私たちも手伝わなくちゃ。おい、いざ突撃。まったく、これ以上俺の邪魔はしてくれるなよ。もう邪魔なんかしないわよ。あなたが無茶しないように協力するの。協力？そんな必要はない。キラーマシン3体か。それぞれの特徴を見極めれば。連携して攻めてくるか、楽しませてくれるぜ。
追い詰められてやけになったか。その程度じゃ俺の剣には勝てないぜ。そろそろ限界だろ。とどめを刺してやるぜ。なんだ。わかりました。神衛隊長さん。いいわよ。わかったわ。いたった。油断しちゃったわ。ごめんなさい。わかったわ。私、もう。わかりました。ジュリエットさん、私負けちゃったの。わかったわ。余計なことをしてくれたな。何よ。私あなたのことを心配して。あんなのに一人で勝てるわけないでしょ。勝てるさ。俺は最強の剣士だぞ。やっぱり味方じゃないのかも。だろ。だが確かに相当な使い手のようだ。一人では無理だったかもしれないが、そこに俺の作戦が加われば。知った風な口を聞くなよ。お前に俺の何がわかるって言うんだ。まあまあ、もういいじゃないの。あなたたちみんなすごいわよ。全部ひんむいて調べたくなっちゃうくらいにね。で、最強の剣士さん。強いのはわかったけど、そもそもあなたって何者なのかしら。あるものを探してここへ来たとだけ言っておこう。どういうわけかは知らんが、ここは俺のいた世界とは違うようだな。またしても別の世界からの客人か。なんとも不思議な縁よの。我らは世界を回り、ここと同じように魔物に奪われた町を救っているのじゃ。剣士殿、我らに力を貸してくれぬか。そなたほどの者が共に戦ってくれたら皆心強いだろう。いきなりな話だが、まあいいだろう。光の者どもというのも気になるしな。お前たちについていくことにしよう。俺は最強の剣士テリー。よろしく頼む。